エレベーターは動いてないな。で、こっちのドアは鍵はかかっていない。どうやら中に入れるようだな。ん？ここは？どうやら前はレストランだったみたいだな。こいつは普通の丸テーブルだ。手がかりになるようなものは特に何もないようだ。ここはハイビルだ。ついてる方がおかしいよな。カバーがかかっているからな。外は全く見えないぜ。カバーがかかっているからな。特に怪しいところはないな。こいつは普通の丸テーブルだ。手がかりになるようなものは特に何もないようだ。どうやら調理用ブースだったみたいだが、怪しいところは何もないようだな。こいつは普通の丸テーブルだ。手がかりになるようなものは特に何もないようだ。レストランでよく見かける普通の椅子だ。特に怪しいところはないな。こいつは普通の丸テーブルだ。手がかりになるようなものは特に何もないようだ。どうやら調理用ブースだったみたいだが、怪しいところは何もないようだな。どうやら調理用ブースだったみたいだが、怪しいところは何もない。特に怪しいところはないな。レストランでよく見かける普通の椅子だ。特に怪しいところはない。ここは管理人室だ。見たところ特に怪しいところ、中には何も入っていない。向こうはもともとオフィスルームだったみたいだな。中には何も、中には何も入っていない。中には何も入っていない。特に怪しいところ、中には何も入っ、中には何も入っていない。こいつは管理人室の鍵はかかっていない。どうやら、そうだな。もう少し周りをし、エレベーターは動いてないな。中には何も入っ、
向こうはレストランとして使われて。そうだな、もう少し周りを調べてみるか。中には何も入っ、特に怪しいところはないな。こいつは管理人室のドア、鍵はかかった。中には特に、おっと、もし誰か、特に怪しい。よし、こいつを使って。よし、開いた。これで中に入れるぜ。ここは一体何の部屋なんだ。見たところ機械室でもなさそうだが。別におかしなところはない。特に怪しい、特に怪しい。どうやらつい最近まで使われていたみたいだが、一体何の機械なんだ。どうやらつい最近まで使われ、こいつは動いてねえみたいだ。特に怪しいところはないな。こいつは動いてねえみたいだ。特に怪しいところはないな。どうやらつい最近まで使われていたみたいだが、一体何の機械なんだ。特に怪しいところはないな。特に怪しいところはないな。ん？こいつは作動している。わかったぞ、こいつらは全部空調機だ。ということはここは空調室ってわけか。だったらどこかに通風口もあるはずだな。わかったぞ、ということはだったら、ん？かすかだが風が流れてきている。どうやら地下からのものと考えて間違いないな。ってことはこいつ地下に続く通風口か。よし、ここからならなんとか忍び込めそうだ。待ってろよ、今度こそ奴らの尻尾を掴んでやるぜ。うわ
真っ暗で何も見えねえ。こういう時は博士にもらったこの腕時計型ライトでっと。やれやれ、今回だけは体が小さくて助かったぜ。セーブするかい？ちょっと待っててくれ。どのファイルにする？セーブするぜ。終わったぜ。向こうが騒がしいが、どうやらここは大丈夫そうだな。ひとまず降りてみるか。これは？ついに見つけたぜ。ここが闇オークションの会場か。そうだ、ガムラン大臣は？ん？別の部屋に入っていく。なんかこのオークションに関係ある場所のようだが、一体何なんだあの部屋は。大臣の動きどうも気になるな。ちょっと行ってみるか。だから、さっきから何度も言ってるではないか。声が聞こえる。近いな。そもそもデザイアキューブは我がガムラン家のものなんだぞ。いくら言ってもダメですな、ガムランさん。あれは俺たち、
いや、組織がしかるべきルートから入手したものでね、正当なオークションもせずに商品を渡すことはできない。そういうことだ。忘れもしねえこの声は。やっと会えたぜ、ジンにウォッカ。何を言ってる。あれは盗み出されたものなんだ。盗み出された。ミサコさんが持ち出したんだろう。私としてもいろいろ手を尽くしたのだよ。その結果今回このオークションにデザイアキューブが出ると聞いたから、わざわざ日本まで来てこうして君たちと会っているんじゃないか。おいおい、だいぶ話が違うじゃねえかよ。せっかく穏便に運ぼうと思ったが、こうなればはっきり言わせてもらおう。私には分かってるんだ。お前たちが事故に見せかけて母を襲い、その手からデザイアキューブを奪ったということはな。やっぱりな、例の事故も組織が絡んでたってわけか。まあまあ、ガムランさん、実はこっちからもご相談があるんですけどね。どうせデザイアキューブの中身を知りたいんだろう。それによってはより高い金額で売り出せるからな。まあそういうことですな。断る。というよりやっぱりあなたはご存じないと。図星のようだな。まあいいだろう。今夜にでも落札した客と一緒にばあさんから聞き出せば済むことだからな。貴様ら、まさかあいつら、この後美佐子さんを。ダメだ、そんなことされたら一緒にいるランまであいつらに。そうなったら最悪だぜ。クソ、どうすりゃいいんだ。さて、そろそろオークションが始まりますぜ、ガムランさん。ま、せいぜい高値をつけて落札するんだな。それならこちらも文句は言わないさ。オークションが始まるってことは、あの薬品も。よし、ひとまず会場へ戻ろう。